こんにちは。風の未来です。今回は45頃会議についてお伝えいたします。45頃会議の活動なんですけれども、本格的に始動しました。始まりました。で、それに関するお知らせです。今見ていただいているのは、私の美しい言葉の1ページで45頃会議とはショートバージョンというページなんですけれどもまあ、ここにですね。 死穀の開機とは何かということを簡単にまとめてあります。で、実はこの死穀の開に関する私の記事何本かありまして、ちょっと分かりにくい点があの多々あったので整理しました。で、最後にですね、死穀の開機に関するあの如如記事は共通して最後にリンク集を まとめてありますでこれまでたくさんありすぎて読みにくかったんですよねですからショートバージョンロングバージョン「シンボル会議」この説明とあと「創造的進化」というのがあります、まあ、大事な内容なんですけどもあとは「語り継ぎたい日本の名作詞」100選です50選から100選で今選定中です。あと名作詩集ベスト5、まあ、詩集を読みたい。 と言ってもどれから読んだらいいのという、えー、ご質問が多いのでもう厳選して5冊に絞ってみましたもちろんそうから10冊に1 0冊30冊と増やしていただきたいんですけどまずこの5冊というところを、えー、ご紹介してますで123455本ですねで今表示されている記事もここにあり,ありますので 全部で5本読んでいただければもう十分ご理解いただけるようになりました。はいということでですねそれがあのまずは記事情報の整理ということなんですけどもじゃあ仕心解き本格指導したってどういう風になったんだということなんですけれどもそれはですね私のもう一つのブログがありまして「風花の」 えー「風穴未来の学び塾」というブログがあります。で「風穴未来チャンネル」メンバーシップサービスのご案内ということでまあもう,いもう一つチャンネル YouTube 今2つやってるんですけども1つが「学びチャンネル」もう一つは政治系のチャンネルでその正式 名称シが「風間の未来チャンネル」なんですけどもそこのメンバーシップっていうのがありまして、まあ、ボタン一つで簡単にアプローチして入会できる、まあ、有料会員サービスなんですけどもそこで始めることにいたしましたっていうかもう始めてます早くも入っていただきまして動画配信させていただいてます。 でメンバーシップのお申し込みなんですけれども、ここをクリックしていただければ、こういうにジャンプします。このチャンネルのメンバーには、このクリックしただけでは、もちろん、あの会員になるわけじゃありません。あとは、ご自身で手続きしていただくようになってます。こんなような形で、ブロンズ、シルバー、ゴールドの3つの,あのコースをご用意と。あと、バッジというのは、コメントをしていただいたときに、 表示されるんですね頭にそれがこう更新された月によって表示が変わっていくというこの、えー、バッジがね、あのー、提供されます。はいということでですね、うん、こ,こちらに戻っていくとどういうふうな具体的なあことをやっていくかと仕、まあ、心回帰についてなのでブロンズの場合はもちろん仕心回帰的な 仕心を使った政治の見方もあるしあの関,係性関係性があるんですけれども、まあ、政治に興味のある人はこのブロンズでがおすすめですねあと令和新選組の話題、まあ、最近あまり語ってないんですけども前ほど前は毎日のように語ってたんですけど最近語らない。 まあそれにははいろんななデリケート,なデリケートな問題が実はあったりしますですからまあクローズド有料会員様向けですと思い切って語れるので、まあ、通常だと炎上してしまうようなネタもですね大胆に語れるということで、まあ、このブロンズではこれだけじゃないですよれいわ新選組は山本太郎さんの話題だけじゃないんだけど特徴として今こういったものを出している。 あのやってます。はい、まあ、まだ始まって2日目なんですけども、もう今2本ねあげてます。で、シルバー会員様こちらがですね。新興国会議に興味のある方はこちらに入っていただきたいと思います。もう本格的にまさに本格指導というのは、このシルバー会員様のコースで始まってますもう。もう2日目なんですけど、2本上げてます。この動画はねで。 どういう内容かというとまあ私の「学びチャンネル」ではですねあのもちろん語ってこない要するに「学びチャンネル」で語ってきた「しんごろかいっていうのは建物でいうと外観外観って分かりますか外から見た建物ですね外観でこれからシルバーコースで語られる「しんごろかっていうのは 門扉を開けて門門がありますね門を開けてアプローチ入っていって扉が開いてそこにエントランスみたいなものがあるでそ要するに建物の中ですね中に入っていっていろんな部屋にいろんな内容なものがありますから廊下を通っていって奥の方に入っていくとかそういう回廊のようになっているんでそ,その中ですね、えー、それをご紹介していく中身の 中身を語っていくっていくうことですねこれがもう結構ストーリー性があったりしてまた具体的なエピソードまあ「風穴未来」の体験がどんどん出てくるしあと他の人のね、えー、こうすごい体験とかいろんな知見とかそういうものも紹介しながらですね立体的に「仕心会記」語ってまいりますので是非ですね本格的に「仕心回帰を 体感したい方はですね、このシルバーコースに入っていただけたら嬉しいです。で、ブロンズよりもやや、えー、会費がお高くなっているので、あのその分というと恐縮なんですけども、懇親会、おしゃべり会ですね。あのオフライン活動です。ネットじゃないですよ。ネットじゃなくてどこかであって、例えば池袋であるとか、あの梅田であるとか、えー、そういう ところですねそういうところに私が出かけていてある会場を借りるかカフェなのか居酒屋なのかそれは場所はわからないんですけれどもそういうオフライン活動おしゃべり会懇親会をやっていきたいと思っております。もちろんそれは会員様は無料でご招待させていただきますあとゴールド会員様なんですけれどもこちらはもう本当に熟並みです。 電話相談月に2回。風穴未来と1対1ですよ。あのこうチャットとかじゃないですよ。あの何人もである。そうじゃなくグループチャットとかそんなじゃなくて1対1マンツーマンで電話です。基本的に電話です。で海外の方はスカイプ電話を使わせていただきます。まあ、もう実際に頻繁に海外の方とも私塾で。 あのやってきてますので問題なくスカイプだと話せますでそんな感じで1回,1回は90分以内ですねまあお人によって短い方がいいよとあんまり長くこう話せないんだという方もいらっしゃるのでそういう方は短くても構いませんしえまあマックス90分ぐらいという思ってます。それを2回ですね 月に回電話相談というかな電話でまあ深刻なご相談じゃなくてもいいんですよ喋りたいって、まあ、中にもいらっしゃいます風穴さんとちょっとおしゃべりしたかったみたいなそういう方もいらっしゃるので今まで塾のねやってきた体験ですとそういうのでも,も大歓迎ですあとオフライン活動の無料参加権利これはおしゃべり会はもちろんですけれども懇親会はもちろんですけれどもあとワークショップとか。 セミナーとかまあ、その他勉強会ですね。こちらには無料でご,ご招待させていただきます。はい、ということでですね、えー、早く大変早口で申し訳ないんですけども、とにかくうんん心頃会議をまあ、塾でやる予定だったのが塾を開けない状況になってしまったので、まあ、体調の面があったりしてで、まあ、ただこのネットでですね。こういう形で。えー まあ、とにかく YouTube のこういうサービスでやるととにかく楽ですこの運営する側は非常に楽ですすべて Google さんがやってくれるのでお決済の,のこととかなんかがねで自分でやるとものすごく大変だっていうこともあって、まあ、これ YouTube でのサービスだったらできるもう十分できるなというね確信のもとに始めてますのであのぜひともご参加いただけたら 嬉しいです、ね、まあ、えー、繰り返しますけどもここ、まあ、どちらもですよどちらかクリックしていただければ内容があのご覧になっていただいてそうから確認していただいてただ確認なんですけども「仕心回帰」を本格的に語っているのはシルバー会員様なのであのおまけおま お間違いなくととうことで,でもちろんゴールドにご入会いただければ当然シルバーとブロン,ブロンズのコースのサービスは全て受けられますそれプラスゴールドのサービスということなんですね。はい、ということで今回はメンバーシップにおいてですねシオクロ回帰を本格的に始動して始めましたというお知らせの動画でした。 最後までご視聴ありがとうございました。よろしければご参加ください。お待ちしております。それではまたお会いしましょう。